にちは、アンスタのイモです。失礼いたします、アンスタのイモです。ということでこんにちは、エイジ君です。もうずっと楽しみにしてたのアンスタのイモボリューム3、この中に僕を出すクレイジービアマグリーネックもいる。もう待ってたのアンスタのイモ。そう、最近のアンスタオタクってね、イモ買ってんのよ。イモ箱で買ってんの。あー、イモということで、早速開封していきたいと思います。いや、もうほんとさ、もうボリューム1、2、3とかさ、もうリンネ君をずっと待ってたの。リンネ君の芋、芋狩りし、芋。もう芋を待っててさ、もう、あー、楽しい。見て見て見て、いっぱい入ってる、見て。すごい、こんな芋初めてです、みたいな。芋でマウント取られてる。ということで、今回の絵柄はこんな感じでございます。やっぱりね、クレビの刀身が集まればいいなって思って、引かせていただきます。ワンボックス12個入りで合計24個、今回は開封していきたいと思います。もう、結構カロリーあるでしょ。このカロリーを消費するには、リンネ君と激しい運動しなきゃいけないわけ。もう、リンネ君と、やんなきゃさ、この芋のカロリー消費できないのね。ジュン君でもいい。ジュン君とリンネ君と3人でするか。3人で。あって。ちょっとハサミ用意したけど、手でいくか。手で切れるタイプになってるから、これ。7歳のキッズオタクみたいになる。あ、でもこれ、やっぱごめんなさい。ハサミします。いや、なんかカード傷つきそうやったから、ちょっと、待って。1枚目大事。1枚目、1枚目、1枚目。せーの。おー、ママ、うわ、ママ、刀身のママ。うわ、すごい、これ、手袋がすごい。芋に見合った手袋、すごい、これ。村はこんな感じで。待って、かわいい。思った以上に芋カードかわいい。待って、芋やるよ、芋。ちょっと、どんどん行こうぜ。待って。芋目、こちらでございます。あー、嬉しい。待って、ニッキ君のデフォルメでございます。かわいい。わ、裏がさ、裏、プロフカードプラス、サイン入ってんのかわいくない？これなんかさ、身分証、学生証みたいでよくない？これ。わ、逆にこっち今である。待って、ニッキ君、かわいい。こんなのさ、芋と間違えてしゃぶり倒されるそうなカードじゃない？これ。デザートの擬人化ですかって、ニック、あんたそういうことしちゃいけないんだよ。それはブリゲでやるってね、法律決まってんの。どんどん行こうぜ。なんかさ、リンネ君のデフォルメってエッチなの？なんか界隈で話題になっても、リンネ君のデフォルメエッチすぎます。入るも足りませんって。魔王くん、かわいいね、魔王くんも。わ、すごいね、これ。わー、ゆうくんの個人情報。ちょっと、せなくん、あんた買わん、これ、ちょっと。前の通り引きやかに連絡して。はい、4つ目こちらで。あー、ママのデフォルメ、ママコンプかな。かわいいね、これ。うわー、すごい、これ。ママとハート作っちゃってねー、これせーの、ムチムワムチムワ。すいません、なんかエロ同人誌みたいなこと言っちゃって、すいません、ちょっと本音が、ちょっと僕本音隠せないんですよね。すいません、ちょっと YouTube だから我慢しなきゃいけないって分かってるんですけども、すいません。次はこちらでございます。おー、ランナミサピッピちゃん。ランナミサピッピピッピピッピッピ。うわ、これすごくない？これきらめいてさ。北海道マウント？北海道にいる？これ、ピッピちゃん、これ。うわ、いいね、これ立ち絵。4人で立ってる、いっぱい立ってさ。このピッピちゃんガチ漏れじゃない？これピッピちゃん推しにはたまらんカードよな。いや、待って、芋カード楽しいじゃん。ちょっと聞いてない、芋。こんな毎月出て芋。プレミアム、芋。神崎相馬太郎さんじゃ、太郎さんの01番ですね。はーい、相馬タン。やっぱこの裏のプロフカードがやっぱ可愛い。何これ、オーガニックなサイン書いて。あ、指しゃぶる、しゃぶ、違う、神崎さんの前で、そのこと言わないで、あんたみんな、ちょっと、シークレットコンテンツだよ。ちょっとクレビのみんなじらすじゃん、ちょっと、刀身のクレビのみんなじらすじゃないですか。何も気づけない。佐々木純くんも欲しい。あ、やっと、よっ、うわ、やっぱこのカードいいわ。いや、なんかさ、あれだよ、安心して、ゲーム画面もさ、商品できるって、この強さ、顔の強さいいよね、これ。うわ、トリックスター、キラキラトリックスター、もうトリックスターに囲まれたよ、最近。なんか最近さ、ちょっと、トリックスターってしたいの。なんかさ、疲れてるから、トリックスターって。すごいね、なんかさ、芋開封しながらさ、人生疲れた発言するおじさんってどういうことですか、皆さん。待って、クレビ来てお願い。うわ、嬉しい。で、ジュン君はさすがにチートじゃん、これ。エーペックスだったら炎上してるよ、ジュン君。ちょっと、あんた、かわいい、ジュン君。何も気づけない。ジュン君。このデフォルメでもこのエッチさ。さすがだよね、ジュン君。尊敬するもん。ジュン君はすごい、もう、オスとして、負かされましたみたいな。すいませんでした、ジュン君。僕、なんか、オスとしての尊厳が、ジュン君のせいでっていうぐらいには、ジュン君。いいよね。
いや、そうなんですよ。アンスタのね、イケメンはね、オスとしての尊厳を分からせてくれるキャラが多いですから。あ、ピッピちゃんですよ。ピッピちゃんのデフォルメ。かわいい、かわいいね、ピッピちゃん。これあれですね。なんか、闘神が出たらデフォルメも出るみたいな感じになったな。だって、ユウくんとかもそうだしさ。結構そんな感じになってるね。へぇ、ちょっとチップスの僕経験が浅いものですから、ちょっと勉強になります、チップス。待って、リンネ君の闘神は絶対欲しいの。リンネ君の体がないと頑張るな。リンネ君と妹をしまう。おぉ、メルプチ嬉しい。見て、この髪のかかり方がすごい。これ、マイクの持ち方もさ。いいじゃん、ヒメル。ハイルが行き届いてる、これ。耳もすごい、これ。わ、嬉しい。嬉しい。メルちゃん、かわいい。メルやばいし、やばいやつみたいな。なんか何も入ってないです、僕。何も。カバンに白い粉とか入ってないです。あれだよ、僕。なんか白い粉入ってても、ハッピーターンの粉とかだから、そっちを、リンネ君にハッピーターンの粉かけて食べるみたいなのがさ、ジャパニーズカルチャーやん、みたいなとこあるから。あいつみでこうちゃいまーす。あ、びっくりした。。ち、髪明るかったからさ、リンネ君、どっちもシュバル君も嬉しい。このシュバル君のさ、ほっぺた。あんたさ、わかる？アケボスバルカ、サイヌスアキナのほっぺたがないと頑張れないっていうのが今の日本じゃん。令和6年はね、スバルとアキナのね、急にタジャンの話するからね、僕気をつけてみんな。急にタジャンの話するから。このスバルかわいい！これ、やっぱ王道センター、ドセンターって感じ、スバルくん。かわいすぎる、やばい。これ、いや、スバル、なんか一周待ってスバルくんに癒されるみたいなとこあるやん、アンスユーザーって。そういうとこあるから。ああ。だからほら、一箱でリンネ君出なくてもさ、バシバタビンビンやもん。ちょっと表現悪かったね、ごめんね。ちょっと待って、頼むから来てよ、あと一箱で。せっかく二箱買ったんだから、あんたさ、泣けなしのお金でさ、倍、7歳のキッズオタクやからさ、泣けなしのお金で買ったんよ、次、こちら。うわぁ、スバルくんもコンペ、うわ、なんか、いい、なんか、砂糖菓子みたいな甘さを感じ取ったよ、これ僕。すごいね。視覚で味覚みたいな。視覚オブ味覚みたいな。スバルくん、あんたさ、味覚まで刺激してきて僕のことどうしようとしてんの？え、待って、ほんとに。なんか最近リンネくん全然自力できんからね、ちょっと。頼むから、頼んだよ。ニキちゃんでデフォルメ2枚目じゃない？え、待って。あ、かぶってきましたね。うわ、嬉しい。でも、ニキ君の個人情報が2枚あるってことは、これすごい。これ。セーラームーンにあれるってことだから、僕。前向きやろ。前、自己肯定感高いから。で、まさかの、ダブり始めたっていうね。ちょっと待って、チップス。まさかのダブり始めたって。シュワル君も2枚来たから、あんね。シュバル君もね、これ。あー、リンネ君でなかったら、シュバル君に責任取ってもらっちゃおう、これ。スバル君が僕の炭水化物となって、ってするんだよ、スバル君。あんた、ちょっとセンターでいられなくなるかもよって。やめてよ、炎上してこい、このおじさん。ほんと調子乗ってるから、最近このおじさんも、なんかね、好き放題言ってるから、一回、炎上してきな、あいつ。待って、めっちゃ被るやん、みたいな。え、待って、結構さ、似てない？今、出現してるカード結構似てない？まあ、緊張してきて、ママありがとう。手袋でさ、しっかりさ、手袋でさ、なんか我々のさ、壁をさ、刺激してくれて、本当に感謝の気持ちでいっぱいなんだけども、まあ、そういうところはさ、やっぱさ、僕ドキドキしちゃうわけよ。だから、待って、リンネ君、頼む、お願いだからね、心に来て、お願い、行きます。ひよりくん、待って、ビレーオブビレーじゃん。やっぱひよりくん、うわ、これ、でも俺すぎててやばい、白手袋。え、ディオールじゃん！クリスチャンディオールコラボの芋？ディオールかける芋？待って。いやー、このひよたんはすごい、これ。チップス間違えて食べちゃいそうだね。すごい、これ、ビタミン豊富だよ、これ。このひよりくん、ビタミン豊富だから、あんたね。管理栄養士の人も推奨してたから、ひよりくんのことは。あ、ひよりくんは、1日 5mg 摂取することによって、なんかすごい、なんか成人男性の配慮が行き届いてる、なんか体型管理になってます、みたいな感じになるから。うん。あ、シュン君もデフォルメこれ2枚目だよね。クリックはの魔法、ハッピーラッキー、イエス！メタンコ被ってきてますやん、みたいな。サイムさん、アキナですやん。混乱して、アキニャの名前めっちゃ出しちゃう。ちょっと待って、本当に来てほしい。待って、本当に来てほしいね。本当にこんな被ると思ったかな。次。メルプチ、待って、結構被ってるね。待って。結構あれだな、これ。結構被る。メルプチめっちゃ嬉しいんだよ。もちろん嬉しいんだよ、メルプチちゃん。でもさ、ちょっと、動揺隠しきれない、このさ、汗かいてほしい。
ちむちむわってなってきてるから、あれ、また分かりすぎ、あ、ここで湿度を高めて輪廻くんが出てくるってこと、あ、だよね。だって、輪廻くんいきなりっていうのもさ、やっぱりさ、その体温が高い状態じゃないとさ、やり込めないじゃん。なんか、その、やっぱり体温の湿度、湿度、輪廻くんの湿度を体感したいです。相馬さん、相馬さんもあれだよね。なんか、ね、んですよね。はい。なんか、ちゃん、かぶって動揺してるの？動揺。待って、あと5個、5個、待って、ガチでさ、頼んだって芋、芋助けてよ、お願い、芋、助けてよ、僕を助けてよ。あ、ゆうくん、やっぱ結構あれだね、なんかさ、その、段ボールごと絵柄が似てる気がする、このゆうくんも2枚目だし、え、ってことはさ、待って、全く一緒な感じしない？なんか、結構似てない？え、もしかしてバラで買えばよかったか？え、待って、こう、まあ、ほん、リンネ君1枚も出ない？まさか1枚も出ない？まさかだよね。ピッピちゃんでしょ？ほら、ピッピちゃんも結構出たから。待って。え、リンネ君1枚も出ない？待って、あと3袋。待って。え、本当に出ない？ちょっとガチで焦ってきてるんだけど。あ、残り3枚が、刀身2枚とデフォルメ1枚みたいなところ、あるよね。あ、おーと、あ、ハンバーグハローなのだ。くしくしなのだ。あー。すいません、なんか一周回ってなんか希望を持てない方が生きると楽かなって思ってきました。プリパラってことやばいよね、やばいよね、ちょっと。ここに来てコアタム嬉しいよ。え、最近さ、僕コアくんめっちゃ好きなの。なんか、どんくらい好きかっていうと、なんかコアくんの絵師さんをめっちゃフォローしてると。何の報告みたいなね。ちょ、コアくんめっちゃ可愛いからさ、最近、今年はコアくんの年にしたなと思ってるくらいコアくん好きでさ。え、嬉しい。でも、刀身がなかなかあれだね。僕、刀身フェチってこと。刀身好きなんですよ。だから、待って。え、ちょ、待って。あ、だってニック出たじゃん。あの、コアくん出たじゃん。メルプチ出たじゃん。え、リンネくんだけ出てないよ、クレビー。ほんと。これで、リンネ君出たかって、リンネ君だけ出てないからね。頼んだよ。行きまーす。ああ、ホクティス太郎ちゃんね。最後のここに来て太郎ちゃんの気質で、精神を安定させようとして。え、ちょ、ホクティスあんた、この革製の手袋着て汗をさ、染み込ませてさ、クリーニング屋が僕に就職したら、おかしくなって、すいません、ちょっと。アンストの芋を2箱開けたんですけど、リンネ君が1枚も入ってなかった。これ不具合ですかね？これ不具合とかでは、あ、わかりました。ありがとうございます。先生、なんかすいません。逆クレーマーみたいな、すいません。リンネ君が1枚も、なんかあの、クレミの他の3人は出たんですけど、リンネ君1枚も出なかったんですけれども、これ不具合とかではないですよね、これ。あ、逆に、この段ボールにリンネ君が練り込まれてるみたいな。リンネ君が印刷された紙、カードが練り込まれてるから、逆にこれ板場にしようみたいな。逆にこれをなんか、クラッチバッグみたいに使ってくださいみたいな、ことだったりしますかね、こうやって。なんか、おー。すいません、ちょっと。本当に、まさかリンネ君1枚も出ないと思うんだけど、もう赤い服着て生きっちゃったんですけど、すいません、これなんかただのなんかすごい、空を見上げてる美少女です。じゃあ、ただの僕。待って、これ。